ピン2本を外せばこれでね、こうこの辺で止まっちゃったりする。はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日はねドドーンとこう映ってる東京丸井のね、ガス風呂バックエアソフトガンね、スミス&ウェッソンミリタリー&ポリス 9L ですね。これでね遊んでみようかなっていう動画ですね。高級感のある外箱ですごくかっちょいいですね。なんていうんです、この艶消しの表面にねこの特徴的なね肉抜きのスライドを前面に押し出したね、インパクトがあります。外箱かっこいいですね。じゃあね、とりあえずパカッと開けていきましょうか。パカッとねあ、そうだそうだ。でね、このエアソフトガンは物資を提供してくださっている S さんから提供していただいたエアソフトガンになりますね。開けていきます。で、この発泡スチロールがちょっと接着されてて、ここの隙間にマニュアル類が入ってますね。で、パッケージの内容としては、銃本体マガジンで、スペアの、これかな、マガジンバンパーっていうのかな、きっちりスミス&ウェストのロゴが入ってるあたりがね、また渋いですよね。で、これ、パームスウェルの S と L がね、同梱されてて、M が初めに取り付いてると。これでね、手の大きさに合わせて、グリップの握りを調節できると。ね、そういう感じになってます。で、こう、小箱が入っていて、よっと。ね、まず BB 弾と、マガジンフォロワーストッパー。東京丸井さんのには2つついてくるんでね、いいですよね。マイクロプロサイトが、スライドに直付けできるんですね、ここ。なんでそれ用のプレートとビスですね、ちょうどいいビス。マイクロプロサイトに付属のビスを使っちゃうと長すぎるらしいんでね、その辺はマイクロプロサイトを使いたいよっていう方はね、ちゃんと注意してね、ビスを混同しないように取り付けるといいんじゃないかなって思います。なんていうんです、とにかく高級感がすごいですね、この箱っていうかね。とにかくかっこいいですね。なんかクールな印象。銃本体とあとは、クリーニングロッドねが入ってます。よいしょね、こんな感じね、めちゃくちゃ派手ですよね。派手っていうか色が派手だとかカラーリングが派手だとかじゃなくて、造形っていうか情報量がね、とにかく目に飛び込んでくるいろんなところの作り込みって言いますか、情報量が多いっていうね印象で、なんでね、とりあえずこの辺外観含めていろいろと眺めていきましょう。はい、じゃあまずは外観からですね。なんといっても特徴的なのがこの肉抜きされたスライドですよね。本来ミリタリーポリスってこのぐらいのバレルっていうかスライドの長さで、スライドが長いんで軽量化のために肉抜きしましたよっていうところなのかな。マガジンもね、本来であれば17発実銃で入るのかな。ね、マガジンバンパーはスミス&ウェストの刻印しっかり刻んでありますね。グリップにもスライドにも入ってます。マガジンを装着する感じは、なかなかいいですね。当然ですけどマガジンは自重で落下します。あとパッと見で特徴的なのは何かな、レールも特徴的といえば特徴的なんだけど、このトリガーストッパーかな、がねついてると、引きすぎないところで止まると、これでね、あとはこの ミリタリアのポリスのなんていうんですか、特徴的なところといえばトリガーセーフティーね、これが押されてないとトリガー下がりませんよっていうトリガーセーフティーね。ここのつまみがフレームに引っかかってロックされるだけのセーフティーなんですけどね。っていうところですね。いいですね。すごくいい。
なんだろうな、かっこいいんですよね、うん、とにかく落ち着かないかっこよさがありますけど、スライドを引くとこうなります。スライドストップがかかって、うん、ね、これね、あ、うん、やっちゃったけど、これね、新品で特に何も手入れしてない状態だと、これでね、こう、この辺で止まっちゃったりする、個体もあるようなんですけど、うん、まあ、しょうがないよね。仕様だと思うしかないですね、もう、内部のメカニズム的なね。うん、ただスライドストップをこの位置からシャキッと下ろせばちゃんとこれは前進します。ガス入れて打っちゃえば反動もあるんで、普通に使ってて引っかかるってことはないんですけど、ゆっくり戻した時にやっぱりこう引っかかっちゃいます。これ構造上のまあ問題っていうか、うん、問題とも言えない問題ですね。なんであんま気にしない方がいいと思いますよ、うん、あんまりね不具合だなんだって騒いでもしょうがないんで、うん、こういう仕様だと思う方がいいと思います。でね、スライド目いっぱい引くとアウターバレルにまたね、このすごいね、これが今度なんて言うんだろう、上にガス抜いてマズブレーキのね役割をするのかな。とにかくね情報量が多くてね、うん、ハンドガンっぽくないですもんね、こういうところね、うん、とにかくかっこいいですよ、うん、ひたすらかっこいいです、うん、質感もいいですね、このアウターバレルのシルバーのね。ああそうそう、あとここローデッドインジケーターね、実銃であればチャンバーに弾が入ってればこうカートリッジがここに金色の部分が見えますよっていう意味合いのローデッドインジケーターです。これはアウターバレルを後でね通常分解してみると分かるんですけど、まあダミーのねリングが入ってる、それが見えるって感じなんですけど、これほんと細かいとこねこだわって作ってあるなっていう感じがしますね。うん、セーフティーはね、こうね、うん、ハンマーが落ちなくなります。極印はもうすごいですよ、とにかく派手に極印入ってますね、このスミス&ウェスト。でまあ、東京丸いと SGK の刻印もまあ結構入ってます。でここねシリアルナンバーと QR コードが入ってるんだっけ、こういうところもちゃんとね再現されてて、とにかくねディティールにこだわってるなっていうのはよくわかります。うん、このね波打った特徴的なセレーションとかもね、うん、相まって、うん、なんだろうな、これ眺めてて飽きないな。うん、外観的にはこんな感じなんでね、スライドっていうかバレルが長い分ね、かなり大型な拳銃っていうイメージにはなりますよね。うん、全長が長いんですよ。ただ、そのエアソフトガンとしてのその重量とか、うん、まあ、ほぼほぼ取り回しのしやすい重量なんじゃないかなとは思いますけどね。うん、あと、ポイントが、パームスウェルをね、交換するとき、ここをひねって、これがまあ鍵なんですよね。で、こう下からね、よいしょと、こうやって交換すると。まあこれはミディアムがついてますけどね。はい、そしたらね、これ、まあ大きさっていうか比較するのがちょっとないんでね、ノーマルの、まあミリタリー&ポリスも持ってないし、なんで、ね、以前ね、サクラッチャさんに提供してもらった、ウィテックのミリタリー&ポリスのね、まあコンパクトなんですけどね、刻印なしバージョンなんだけど、これをちょっと比べてみようかなと。これもね、スライドのセレーションとかね、よく作り込んであってね、かっこいいんですけど、うん、まあ銃の大きさっていうか、バレルの長さ以外の部分はサイズ感的にとてもそっくりですね。まあグリップの長さが違うとか全然あるんですけど、スライドの幅とかね長さ以外はとてもサイズ感はいいのかなっていうイメージですね。だってトリガーガードの大きさもそんなにほぼほぼ同じですよ。アンダーレールのね2レール目までのピッチとかね、うん、
な感じです。であとね、じゃあそうだな、ライバルとも言えるんでしょうけどね、やっぱりグロックとねちょっとこう並べてみると、まあ、グロックは17発だ、こっちも17発だね、うん、実銃で言うとね。で、うん、こう並べるとやっぱりね銃の大きさとしては近いものがありますね、グロック 18C と、うん、グロックの方がちょっとコンパクトなのか、まあセミフルがあるにしてもね、うん、まあ全然用途が違うんだろうからまたねあれですけど、単純に比べても意味がないですけど、うん、あの銃の大きさをパッとイメージする点でこんな感じかなというところですね。まずはやっぱり気になるのが重量ですよね。はい、マガジンをセットして635g、うん、あのガス風呂っていうかこのあのクラスのガス風呂にしてみたらちょっと軽い印象はありますね。10本ってやっぱりあの軽量な印象があります。まあその分取り回しが良かったりするんでしょうね、うん、でマガジンねが 241g、 14体が 394g というところです。でね、まあとりあえずマガジンにまたガス入れていきますか、うん、はい、吹き返すまであのマガジンにガスを注入しました。うん、241g ぐらいだったから、うん、やっぱり 16g ぐらいガスが入ったのかな。250ガスを充填した状態で 257g ですね。じゃあね、とりあえず通常分解だけやってみますか。でここでハンマー起きてるんで、うん、でねテイクダウンレバーを外せばスッと前に出てきます。まあリコイルスプリングガイドはね、とリコイルスプリングは、うん、こんな感じです、うん、バレルはこうですね。でアウターバレルもあのここがちょっと引っかかってるだけで、あのこう取り外せます、うん、でここがホップアップダイヤルなんですけど、今回あれですよね、ホップアップダイヤルはあのスライドストップかけた状態でここからねあの調整できるようになっていますね。でこれがあのさっきお話ししたそのローディングインジケーターがあの、うん、チャンバーにカートリッジっていうかね弾入ってますよっていうのをこの隙間から目視で確認するためのあの真鍮の縁取りの部分ですね、うん、要はこれであのケースっていうかあののリムの部分がを目視で確認することでね、チャンバーに弾が入ってるかどうかっていうのを確認できますよっていうことですね。まあ通常分解はこんな感じですかね。でこの状態でトリガー引けば当然ハンマーが起きるしね、このハンマーの仕組みがね、このハンマーローラーとかね、この辺がうん若干スライドにブリッジの部分かなに干渉しちゃうのかな、この辺かな、ディスコネクタかな、あそういうのがあってスライドがちょっと引っかかっちゃうっていう問題が出てるみたいなんですけど、あんまり気にしすぎない方がいいのかなと思います。ある程度スムーズになっていけますよ、使っていけば、うん、まあ、その辺もね後でちょっとお話しできればなとは思いますけどね、うん、とりあえず通常分解はこんな感じです。トリガープルから測っていきますかね。これです、うん、うん、あのトリガープルは 0.967kg ですね。あのまあすごく軽いってわけじゃないんだろうけど、あのただ操作した感じはね、なんか粘る感じですね、スプリングの粘りがある感じはしますけど、うん、重くはないんじゃないかなと。今度は動作音量をちょっと測ってみましょう、うんね、
まず空打ちでね測ってみます。はい、空打ちで動作音量が 114.8dB ですね。じゃあ今度は BB 弾を入れてね、測定してみます。はい、BB 弾を入れるとね、ちょっと音量が上がりましたね。 116.3dB ね、こんな状態です。はい、そしたらね、初速をじゃあ測っていきましょうか。部屋の温度は 26.3 度、湿度は 67% ですね。でマガジンは表面 27.2 度、まあ、ちょっとねこう握るとひんやりするかなっていう程度のだね。そう、うん、てかこれ発射音がいいな。はい、23発ね。ちょっとね意地悪して連発で打っちゃったんでね、最後は初速がね 68.05 になっちゃいましたけどいう感じでした。うんね、うん、ゆっくり打ってるとね、あんま連発 してこの辺からかな、連発してみたらちょっと初速がどんどん落ちていったんだけど、うん、こんな感じね。うん、でした時の初速の最大値が 74.14 かな。うんね、74.14 っていう初速の最大値ですね、うん、はい、じゃあねとりあえずせっかくガスと弾入ってるんで打ち味がねどんなもんかねやってみたいですよね。ね、サイトはこんな感じで非常に狙いやすいです。サイト自体の高さはねだいぶある感じがするんですけどね。おっおお、いいですね。スライドストップもきっちりかかります。うん、連射しても垂れもないですしね、すごくいいと思いますよ。うん、なかなかですね。うん、いってきますね。おお、こんな感じ。ちょっとね、多分僕の腕があれなんだけど、3、4センチ以内にはグルーピングしたのかな。リコイルもね、キレがあるし、まあ、すごくリコイルショックが強いかっていうとまた話は別になるんですけど、なかなかね、やっぱりリコイルのキレがあってね、言い訳ですけどね。せっかくなんで、ちょっとねある程度分解してメンテナンスしていこうかなと思います。ただね、そのハンマーハウジングとかトリガーの内部とか完全に分解してねどうのこうのっていうのはちょっとそこまでは考えてないですけど、まあ、フレーム部分もある程度までは分解してメンテナンスをちょっとやっていってね、うん、こんな内部構造ですよっていう部分を見ていこうかなと思います。じゃあまずマガジンからですね、ここのマガジンコーナーの根元にちょっと溝があってて、こう上に上げられるようになってるんで、ここちょっと引き上げながらマガジンバンパーをスライドさせればね、こう前方に抜けてきますね。うん、です。ここね、ここが一応ロックしてる感じになります。ピン打つ方向はありますね。こうギザがついてる部分と、これ方向ねちょっと忘れないようにしといた方がいいですね。打ち込む方向があります、ね、うん、こっち側から打ち込んでありました。これで取れてくると思います。はい、取れたね。
で、まあマガジンフォロワーと、どうなんだろう、これちょっと何とも言えない、なん粉が吹いてるたような印象があるんだけどね、注入バルブとね、放出バルブとこんな感じです。僕はもうこういうレールのところはね、どうしても油で軽くこすってしまいますね。あのかなりね激しくこすれる場所ではあるんでね、そんなにダブダブ油つけてもしょうがないんですけど、まあリップとかこの辺のパッキンはあのなんかピンで外れそうなんですけど、今回ここはちょっと外さないでおきます。でこの辺のバルブ類のパッキンはね、あのちょっとだけシリコングリスの方を塗ってあげて、こんな感じでじゃあちょっと組み直していくことにします。取り付け忘れちゃいそうですけど、取り付け忘れないようにして、受け止めの部品がある分ちょっと組むのに手こずりそうですが、こんな感じで、ピンはもうね、マガジンの後ろから見て右側から刺してあったんでね、このギザギザの部分をこう、こうですね、うん、でここね、あのよくこう押さえながら入れてあげないとね、ちょっとつく刺さってたかっていうとそうでもないみたいなんで、あの傷つけちゃったら嫌なんでね、慎重にあの入れていってください。こんな感じでね、両面面になればいいのかなと思います。でこの辺のバルブ類はね、やっぱり締めすぎは逆に良くないんで、ガスが漏れない程度に締めていけば。あとはまあマガジンバンパーを元にパチッと戻して、うん、これでねマガジンはの分解と組み立ては完了です。あとはガスが漏れなきゃ OK です。うん、ふたりしてみてね、ガスが漏れないようなら OK です。結構ガス入るんですよね。はい、こんな感じです。じゃあね、本体の分解ですね。一回スライドを切り入って、うん、ハンマーを起こしてね、でテープダウンレバー、この丸いところで下ろすといいのかな、まあテープダウンレバーをこう引き抜いて通常分解していきます。まあさっきもちょっと通常分解はしたんであれですけど、こうですね。でまあチャンバーに関してはね、無理にこれは割っていこうとは思わないんで、あの特に不具合があったら割りますけど、ただこの辺のガス風呂はね、ビス緩んじゃってる時があるんでね、ちょっと軽くね、あの増し締めしてみてください。リコイルスプリングとリコイルスプリングガイド、まあここを先割れてるんでね、あの開いて外せば分解できるんですけど、今は分解の必要性を感じないんでこのままにしときます。ね、フロントサイトは噛んでるだけなんで、ここね、あの取り外しを繰り返すと甘くなっちゃって嫌なんで、フロントサイトも外しませんね。全部外さねえじゃんみたいなあの感じになってるんですけど、特にね、あのいじらなくていいとこはいじらない方がいいと思います。うん、あのリアサイトを固定してるビスはね、これ外さないとブリーチが外せないんで、ここはねちょっとしっかりとサイズの合ったビスで
ねじっていかないとネジ舐めそうな勢いですね。はい、ね、2本のミスト、そうするともうカタカタしてきます。はい、ここのねプロサイト取り付けのところ、このビスもねかなり固く締まってますね。うん、これね、あの適当な工具でやっちゃうとちょっと良くないんで、ここはほんと慎重にやってみてください。しっかりサイズの合った工具をね使うようにしてください。これね、であとはここがバッて開いて抜くだけだと思うんですけど、ここもかなりタイトにできてるみたいですね。うん、結構硬いですけどね、慎重にスライド開いてあの取り外せばこんな感じで外れてきます。あ、やっぱりここにスプリングが入ってますね、プランジャーね。これ飛び出してきちゃうんでちょっと気をつけながらあの外してみてください。はい、じゃあこのブリーチの部分なんですけど、まあシリンダーはねスコット取れます。あとはピンが打ってあって中にスプリングが入ってるんでしょうけど、ここのねブリーチの部分ね、あのこう当たりがきついとこあるじゃないですか。この辺がやっぱりそのハンマーローラーと当たって結構ね干渉しちゃってっていうか、うん、それでねあのスライドが止まっちゃう現象が起きちゃうと思うんですけど、まあ、さっきも言いましたけど、そんなにあの神経質にならない方がいいと思いますよ。もう仕様だと思って諦めてください。ここの当たりがねある程度ついてくればかなりあのトラブルは減るはずなんでね、あのそこだけはもうどうしようもないかなと思います。他のとこはね変な削れてる部分とかもないんで、うん、あのまあ僕だったらね、あのもうこの辺にちょっとシリコングリスの方ね、あのこういう当たりがきつくて塗装がかなり剥げちゃってる、この辺もねあのかなり当たりがきついみたいなんで、この辺にはシリコングリスをちょっとこう塗ってあげて、うん、何油いっぱいつければいいかっていうとそうでもないんだけどね、あのシリコンオイルをダブダブ使うよりはシリコングリスをうっすら塗った方がまだいいのかなと思うんで、シリコンで、まあスプリングとプランジャーはここにねこう入ってたんで、こう慎重に入れてもらってね、まあこの辺はね動くレールになってて動くようなところなんで、ほんのちょっとねほんのちょっとだけシリコンオイル刺してもいいのかなとは思いますけど、この程度で十分だと思いますね。でもこれかなりしっかりしたスライドだな。あの逆にしっかりしすぎてて強度がありすぎて無理やり開いちゃうとねまずいですよね。このプランジャーやっぱり出てきちゃいやすいみたいな、うまく入れてあげてでね、まあ、ピストンがこうスムーズに動く状態になればあの OK です。あとはビス止めている感じですね。さっきも言った時ね、この辺ちょっと当たりがきついんでね、この辺あのなんて言うんだろう、このブリッジ部分のねあの金属の削りカス的なねあの汚れもついてたんで、やっぱりね結構当たりがきついとこはかなり当たっちゃうみたいなんで、あとこの辺のレールはねほんのちょっと動かしたって削れたりしちゃうんで、あのここはシリコンオイルじゃなくてやっぱりシリコングリスをね塗っておきます。あの削れ対策の補強の金属のノッチは細かいビスで固定されてるみたいですね。うん、あのまあかなりしっかりしたあの強度の高いスライドだなとは思いますね。うん、はい、そしたらね今度はフレーム側をねちょっとあの分解していこうと思います。まあねパームスウェルをちょっと取り外してね、でここにまあビスがあるんでこれを外してこうですね、スプリングピンだね。うん、まあとりあえずピンポンチでコンコンやってみましょう。
だと。でね、これは別にどっちから打たなきゃいけないとか方向があるわけじゃないけど、まあスプリングピンになってるんでね、中空のね、ちょっとテンションは強めにかかったかなっていうところですね。で、おっと、もうスッと外れちゃいます。で、ここにプランジャーとスプリングがあるんでね、なんていう名前だったっけ、プランジャーじゃないな、まあスプリングがあるんで、これがね飛び出してくるんで、ちょっと気をつけてもらって。外れるかな、この人。うん、外れる。こんな感じで、これも飛ばしちゃいそうな部品だから気をつけて、あれですね。うん、ハンマーはまあこう起きてるんだけど、これここでね視野を動かせるんです。これね、ハンマーローラーね、これと同じサイズのベアリングでもあってね、それと交換でもできればいいんだろうけど、ちょっと難しいだろうな。うん、ここはね。で、あのとりあえずリアシャーシね、あのここまでです。あの別に分解していいことがあるわけでもなさそうなんで、うんね、こんな感じにリアシャーシは分解できます。でね、このハンマーローラーなんだけど、やっぱりちょっとねシリコングリスを塗ってやって、どうだろうな、これがベアリングに交換できれば一番いいんだろうけどね。まあ僕はちょっと薄めにシリコングリスを隙間にも入れてやって、でこの辺ね、やっぱり結構削れちゃってるんで、スライドと噛む部分なんですけどね、うん、この辺もよく滑るようにやっぱりシリコングリスで軽く磨く程度にやっとこうかなっていうところですね。うん、じゃあ次はね、今度じゃあフロントシャーシちょっと取ってってみますかね。ここもやっぱりここにスプリングピンと、ここにまあ左右で径が違うピンが入ってるんで、これはもう抜く方向ね、細い方向、太い方向に抜けるようにしないと抜けないんだろうなっていうのはまあ見て取れますね。あとはビスが1本入ってるんで、うん、こんな感じですね。まずビス抜いていきますか。こう硬い。うん、ね、ビスを抜いて、場所的にスプリングピンね、まああんまり無理しないように慎重に抜いてやってください。あれもありますけどね。うん、これピンね抜けました。で、あとはここね、ちょっとこっち側から軽くコンコンと叩いてみますかね。うん、ね、こんな感じのピンになってます。で、ビスとピン2本を外せば、こうフロントシャーシが一式ね取り外せます。こんな感じ。まあ、このトリハ周りも特に必要性を感じないんで、僕はこれ以上分解するっていうことはしなくて、うん、この辺でやめておきます。ただこの辺のそのスライドと噛む部分はね、どうしても摩耗しちゃうんで、ここはやっぱりシリコングリスをちょっと入れて やる程度でね。うん、じゃあなんでバラしたんだよってなりますけどね。うん、まあこのぐらいでいいと思いますよ。特に部品変えなきゃいけないとかそういう事態でもない限りは、うん、そんなに神経質になってね、じゃあ分解しなきゃ、うん、そうだな、まあできるんであればね、分解してメンテ、初めにメンテナンスはやっぱりある程度してやった方が長持ちしますけどね、スプリングとかもね。なんでね、そういう意味合いで分解しましたけど、まあ僕はこの辺でいいかなと思います。うんね、まああとは逆の手順で組んでいくだけなんで、うん、そうだな、一回ここまでメンテナンスしてやるとだいぶ違うと思うんだよな。新品で買ったのをね、油分ゼロでガンガン使うっていうよりも、一回ね初めに軽くこうやってやった方が、こ
この辺触るとね、なんかちょっとギザギザしたバリっぽい感じもあるんで、気になるんであればさっと取ってやってもいいと思うし、ね、あとこれマガジンキャッチのスプリングがねここに入ってて、まあかかってる部分は指でもちょっと外してたりするんだけど、ここも特に分解しないですよ、構造が簡単なんで、あの V 型のスプリングが入って止まってるだけなんで、まあね、じゃあ逆の手順でとりあえず組んでいきます。組みやすいとこから組むのがいいのかなと思います。このまあ一番楽そうなピンから僕は、まあ、抜いたのとは逆の方向から僕はピンを入れていきますけど、水が入っちゃいそうで、感じですね。で、ティアシャーシ、あのここのねスプリング、あのとりあえず飛ばさないようにちゃちゃっと組んでいきますか。まあこんな感じでね、潜しながら気持ちだったんで、よしね、こうですね。でトリガーバーが視野をいじるんで、この辺こんな感じでこう入れていけばいいと思います。ハンマー起こす、トリガー引く、ハンマー落ちるね、セーフティー上げる、トリガー引けないみたいな、ハンマー起こす、セーフティー上げる、トリガー引いてもハンマー落ちないね、この一連が動けば OK ですね。特にあの難しい、組むのに難しいようなところっていうのはなかったですけど、やっぱりピンがねとにかくきついんで、あの必要がなければ分解しなくていいんじゃないのっていう印象ではありますね。まあどうだろうね、あの、まあ、そんなこと言ってあれだけど、よいしょと。それぞれがそのなんて言うんだろう、ユニット化されててっていうのかな、あのはいね、これでクリップ部分完成です。あのリアシャーシにしてもフロントシャーシにしてもね、あのアッセンブルっていうんですか、アッセンブルは組み立てか、やっぱりね、こうゆっくり戻すとどうしても引っかかっちゃいますけど、同様範囲だと思うのかな、スライドストップでリリースした時にちゃんとシャキッとね、あの BB 弾を球弾してくれればいいんでね。ただこうハンマー引く時もちょっと引っかかりがあったりしてね、気になるじゃあ気になるんだけどね。ハンマーを引くときのかかり、やっぱりこの辺ですよね。あんまり気にしてもしょうがないっちゃ気にしてもしょうがないんだけど、まあすり合わせ的な、ことをしてあげてもいいんじゃないかな。あのこれ完璧に直そうと思うとハンマーのフッキングがあやふやになったりするんじゃないですかね、もしかしたら。ね、ちょっと引っかかりがあるのが、気になるかな。でもスライドの動きだいぶ軽くなっちゃったな、ここまでメイクすると。まあいいと思いますよ。ね、まあ新品のそのまま使うのもいいけど、ちょっとメンテしてやるとだいぶ寿命や耐久性に影響してくるんでね、あのたまにたまにっていうかね、一回新しいエアソフトガン買ったら軽くメンテしてあげるといいかもしれないですよね。油っぽくなっちゃいますけどねじゃあね、あのこれね、東京マルイの、ミリタリー&ポリス 9L なんだけどね、最後1マガジンにガス満タン詰め込んで、はい、もうこれ吹き替えが出るまでね、あの満タンにしてあるんで、どのぐらい打てるのかなっていうのをちょっとやっていきましょうか。じゃあまずはね、1マガジン目いきますね。
始めいきます。結構連続して打ってるんですけど、あの2マガジン打ってもスライドストップもちゃんと効くし、てか1マガジン22、3発入りますからね。これでもう50発近く打ててることになりますしね。じゃあね、3マガジン目打っていきます。もうね、ちょっとスライドの交代量が足りなくなって、3マガジン目の最後ね、ちょっと打ち切れなかったかなっていう感じなんですけど、ペースでちょっと連発しすぎっていう部分もありますけどね、ちょっと休めれば、またブロボックスはいう風に会長にはなるんですけど、マガジンの冷えが結構ね影響したのかなっていう感じですね。はい、いかがだったですかね。東京マルイのね、ミリタリー&ポリス 9L ね、あのちょっとね、耐久テストっていうか、まあ1マガジン打ち切りでガス満タンでやったんですけど、多分あの途中調子悪くなったのね、3マガジン目でかなりキンキンにマガジン冷えちゃったんで、あのちょっとね、僕ねもうガス少ないんじゃないかと思って抜いちゃったら、だいぶ大気に放出しちゃったんで、まだ相当残ってて、5マガジンぐらい打てますよね、ちゃんと打てば。もっと打てるかもしんない、まあそんな感じです。燃費はねそんなに悪くないはずなんだよな、スライドも軽いし、でね、気になる点はねちょっとあります。このゆっくり戻すとスライドが戻らないとかね、ハンマーを起こすのにちょっと力がいるから、マガジンが冷えちゃうとちょっとね不調になるかもしれないですね、その辺は。あと個人的に気になったのはね、なんかスライドが、スライドじゃない、アウターバレルがちょっとカタカタしすぎかなっていう他のモデルここまでグラグラしないんだけど、これがねちょっと気になったかなっていうところです。ただね、スタイリングはものすごくかっこいいですよね。この辺ね、斜め後ろから見たこの辺とかちょっと感動しちゃいますよね。バレルがシルバーだからなおさら際立ちますよね、この肉抜きの部分がね。でね、20ミリのレールもついてるんでね、あのこんなまあライトをつけちゃってさ、こうねこんな風にしてつく穴もねいいんじゃないかなと思います。かっこいいですよね、ライト。ね、あのじゃあまあいつもこれで申し訳ないですけど、これでもちょっと重くなりすぎるんだよな。ランチャーも使えますよ、こうね、とりあえずこのトリガーの引き代さえあの確保できればギリギリだけど使えます。で、ブロック用のねこんなレールも普通につくんで、あじゃあこれつけてじゃあこうしますかみたいなあのこんなあの遊びもできますんでね、あのじゃあライトもこういっときますよみたいなねこれはまたひどいな、まあ、ちょっと台無しかもしんないけどね、別にマイクロプロサイトないからって別にドットサイトもつけられるわけだし、ね、こんな風にしちゃえばあのねいいんじゃないかなとは思いますけどこれはちょっとやりすぎか。でもね、ちゃんとこうスライドも引けるんで、この状態でね、でどこにも干渉してる様子もないんで、あのこういう遊びもできますまあちょっと台無しかなとは思うけど、こんな感じね。ただね、ほんとめちゃくちゃかっこいい銃なんでね、これはこれで目立つのかな。かっこいいですよね、ほんと。こういうこう
なんていうの、ものものしいっていうの、まがまがしいっていうの、ね、行々しいって言ったらいいのかな。うん、これはかっこいいな、うん、これね。っていう感じです。あの、命中精度が悪いとかそういうのもないし、あの、まあ僕が下手だっただけでね。うん、僕あのミーハーなんで、あの外見から入るタイプなんで、ものすごくいいですよ。という感じでね、あの今回ね、東京マリーのミリタリーポリス、ミリタリー&ポリス 9L ね、紹介させていただきました。うん、あの銃本体物資の提供は、あのこのチャンネルを応援してくれている S さんの提供です、ね、どうもありがとうございました。ということでね、あの今回の動画はこれで最後になります。最後まで見てくれてありがとうございました、ね、また次の動画で会いましょう。じゃあこれで最後です。バイなら、おしまいです。さよなら、またね、バイバイ、またね。どれなんだろうな、バイなら、バイならとかさよならとかまたねとか、なかなかあれだな、ブレブレだな毎回。まあいいですね。さよなら、またね、また会いましょう。ありがとうございました。